フなので癒されようと思ってマッサージ、まあ、よく行くんですけど、今日はなんか太鼓式マッサージっていう、タイハンドって書いてある、なんか気持ちいいらしいので癒されたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。いい匂い、お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、おいしいお茶ご案内します。はい、こちらの部屋です。すごい、すごい、見えるか、すごい。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。太鼓式受けたことありますか？いや、初めてです。初めてですか、ね、はい。痛いなら教えてください。わかりました。これ寝ちゃうな、絶対気持ちいい。これ体硬いと結構大変ですよね。そうですね。ね。力大丈夫ですか？大丈夫です。痛いですか？なんか痛い、気持ちいい。はい、痛い。いい感じです。いい感じ。ボケボケボケって言った。大丈夫ですか？大丈夫です。すごい、ストレッチみたい。ストレッチです。あ、ストレッチです。気持ちいい。ちょっと硬いよね。硬い、はい、そう。上半身が硬いですか？そうです、上半身。すごい音してる。すごい。
ちいい。鳴ったことない骨鳴ってる。聞こえますこれ。聞こえます。聞こえますよね。みんなポッキー鳴ってます。鳴ってます、ね。はい。上見てください。ダメな声出てる。死ぬかこれ。途中死ぬんかって思いました。変な声出たけど、トータルめっちゃ気持ちよかった。なんかオイルマッサージとか結構行くけど、なんかストレッチって感じでしたね。それが気持ちよかった。はあ、もっと喋りたかったですね、あのマッサージのお姉さんと。めっちゃ面白くなかったですか。こっちめっちゃしんどいのに、めっちゃ冷静なんだから。まあ、みんな叫ぶんでしょうね。で、初めての太鼓式マッサージ、めちゃめちゃ良かった。なんかね、あの痛いの好きな人とか、あのマッサージ強めとか言ってる人は合うかもしれないです。こんな感じで眠る暇なかったですね。眠る痛みたいな感じでした。ではまた。ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しかった。みんな気持ちよかったら、いつもいい感じ、嬉しい、もらいました。すごい気持ちよかった、はい、頑張りました。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃ動くようになりました。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。